はい。はい、ありがとうございます。はい、ではこれで変わりました。こちらトヨタの 5FDのですね、ちょっとじゃあこれで見えますでしょうかね。はい、トヨタ 5F とシリンダーも特に問題はございませんので、はい、タイヤもこちらホワイトタイヤ、愛知製の21-8ですね。6.0 のこちらタイヤになります。ノーパンクタイヤ。まだ目も結構あります。はい、診断の方も引き漏れ等はございません。はい。椅子なんですが、こちら背もたれのこの部分がちょっと壊れてますので。まあ、部品交換が必要です。まあ、このままでも別にお使いは差し支えはございませんが、はい、それでは今スイッチ入れます。はい、今現在で8,865ですね、時間使ってます。充電の方もいっぱい入ってますので充電可能かと思います。ではこちらシフトの方も前後ろとなってます。ではこちらでサイドシフト付きドレスになります。ではアクセルブレーキ、ちょっと上げてみます。
た生き物でもございませんので、あとですね、こちらの方がちょっとずれてます。ここが本来来るんですけども、このぐらいちょっとずれてます。そう、この隙間がちょっと狭いんです。見ていただきますと向こうが広くなってます。そうで、はい、こちらの隙間が空いてます。向こうは待ってたんですけども、どうもここのとこがですね、平らにならないんですね。ですので、こう前に来ている状態かと思います。その方はまっすぐ来てますのでいいんですが、ちょっとこちらの方がこの部分が出てます。それで盛り上がってちょっと前に出た形になると思います。これだけの隙間空いてます。はい、ここもちょっとこれ合わないです。別に、そういうことが全く支障ございませんので、はい、でこちらがバッテリー類になりますので、こちらでトヨタの2トンの、フォークリフトの撮影を終わります。ありがとうございました。